こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。ミッドナイトイーグル鳥の人です。くそ、更新が止まって多分どんぐらいかな。最近はゲーム配信の方なんか上げてるんだけど、ようやくあの行ける時間確保でき始めたんで復帰します。はい。でどこから始めようかななんて思ってたんだけど、もう音が始まってる。怖いな。そう、まあここがいいかなと。一番ちょっと怖いというか、俺がまさか一人で来るとは思わなかったんだけど、はい、絶賛ちょっと風邪で声も鼻もやられてます。よろしくお願いします。行くぞせんちゃん、よろしくお願いします。行きますか。何の音だよ、勘弁してくれよ。寒い。やめて、バサー言ったけど、そっちで。はあ、勘弁してくれよマジで。ただでさえここ一人で行きたくないんだから。何かいる。早く回っちゃおう。おかしくね。あ、なんかおかしくね。どういうことだろう。あ、なんか設定ミスってるかな。ごめんなさい、後で設定見直しておきます。誰。わお、
しぶりだな。フォーカスが合わない。こんなもんでいいかな。OK かな。はい。あれちょっと待って、俺小銭入れ。小銭入れ持ってこなかったな。おい、嘘だろ。ちょっと裏がね。え？なんだ今の。こういう石造りになってて。やべ、そう。熱上がってきてるから大丈夫かな。あぶね、あぶね。こっちにこれがあるんだよね。これがさって動いたけど、なんだろう、鳥か何かか。でこっち側ここ苔がすごい。ここね、お稲荷さんが穴あげてあって、今日はあげてないか。で問題の坂っていうのがここなんだけど、こっから下につながってるこの坂、鳥階段で鳥さんがよく変な、よくわかんないもん見た坂。だからつか、ここのその理由で一人でここ来たくなかったんだよね。嘘、え、まずい。電気が一個死んだ。ちょっとこっちの電気に切り替える。待て、え、両方の電気がダメなんか。うわ、両方の電気が、なんで電池切れたの。ちょっと、え、充電してきたばっかって。やべ、暗っ。あ、やめて、あの、場所が場所だ。おい、ちょっと待って、場所が場所だけに、そこで急に2つ同時にちょっとバッテリー終わるはずないから。ちょっと待って、昨日充電したばっかだぞ。なんか落としてる、なんか落としてる、あっちで。なんだろう。
うまいこと充電できてなかったか。そんなことないよな。リチウムイオンだもんな。え、これじゃ停電できねえじゃん。もう来たくねえんだけど、ここ一人で。停電するはずだったそこの坂道ね、これを下ってきた坂道、鳥階段で出てくるところの坂道と、ここのトイレを停電したかったんだ本当は。まあ、ちょっと後で必ずやりますんで、はい、ちょっと見ていこうか、トイレだけ見ていこうか。あんま下は映さない方がいいかな。200夜の時だったかな、確か200夜の時に、なんか結構言われたんだよね。カナタさんが、カニがここにいて、俺はこうやって撮ってるんだけど、あそこのドア勝手にグーって開いてく映像があるんだけど、まあ風なんだけど、今のを見た通り、手でガチャって引かないと確かに開かないんだよね。半開きにして帰ったか、そこまではちょっとよく覚えてないんだけどね。ちょ、ね、気になる人はちょっと見てみてください。200円のね、同じところの映像があるんで、3人で行ってる。いつだったか、ここの東屋でご飯食べて帰ってこいっていう企画をやろうとしたことがあったんだよ。で、その時っていうのが、まあいつもみたいなお寿司を買ってきて、まあテンション上げるんでなんか言いながらここで食べ始めたんだよ。そしたら向こうから馬の蹄みたいな音がしてきて、って見てたんだよね。で、馬と思って、馬でも怖いよね、こんな山奥にいるわけないから。いるのかないるのかな。そしたら向こうからクソでかいイノシシが走ってきてて、それで震えて帰ったんだよね。この時期でもいるかんね。はい、まあ、必ずなんか怒るとかそういう場所ではないんだけど、じゃああまりにこう気味悪くてさ、ね、今回ここからまた始めようと思って来ました。はい、このぐらいでいいかな。電気がないな、ちょっときついな。本当はもう一個上にも行きたかったんだけど、次回ですね。はい、ありがとうございました。帰るよせんちゃん次はちょっととりあえず、はい、完全装備で来ます。